下かな、太田道観光、奥に、はい、そのまま進んでいただいて、山吹のお藤娘、はい、どうぞ前に。さあ、どこかできればですね、お客様の方向いていただいて、中座りの方を伺いますんで、はい、では前に進んでください。頑張っていただきました、はい、お子さん暑かったと思いますがね、はい、今パレードを終えて今ステージに登壇していただきました。はい、じゃあお子さんのご紹介したいと思います。お子さんの真の殿には今野翔斗くんです。はい、翔斗くん手振ってくれ、振ってもらってもいいかな、手振ってもらっていいですか。はい、拍手お願いいたします。それから姫には渡辺桃香ちゃんです。手振ってもらえますか。頑張りましたね。さあ3人男女をご紹介いたします。新井愛香ちゃん、手振ってください。どのとこ、はい、愛香ちゃん、江野垣乃愛ちゃんです。佐藤遥香ちゃん、いいですね、おしとやかで。いいですね。じゃあ続いて、お子さんの五人囃子ですね、小針千穂ちゃん、手振ってください。ありがとうございます。それから、望月ななみちゃんです。それから市川あかねちゃん、はい、それから小林佳子ちゃん、はい、それから小林真美ちゃん、手振ってください。はい、ありがとうございます。続いて子供さんの随人には田中翼くん、おー勇ましいね、田中葵ちゃんです。葵ちゃん、葵ちゃん同じ名前だね。同じ名前です、はい、さあさらに子供さんの主張には、斉藤美咲ちゃん、はい、山口里奈ちゃん、小沢聖奈ちゃんです。ありがとうございます。さあ、せっかくですからね、カメラをお持ちのお客様いると思うんで、お子さんいいですか、この、葵さんがここの列まで前に出てきてみようか。はい、前ちょっと 2,3 歩前に出て、はい、この辺まで、もうちょっと前に、はい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 、この方が見やすいかな。はい、ではですね、はい、手を振っていただけると、はい、はい、皆さん、あの向こう見てくれるかな。はい、あのお名前呼んでいただければ、あの振り向くことになってますんで、セナちゃん、セナちゃん、こっちからカメラが、あ、いいね、はい、カメラ撮り終わりましたか。はい、じゃあ10秒ほどにしましょうか。はい、もうちょっとみんな前に、あ、さあ、あと10秒でよろしいですか。あ、写真撮れてるんですか。はい、大丈夫です、撮れましたか。はい、まだ撮れてないという方は手振っていただくとそこ見ますからね。はい、あ、奥の方いますよ。はい、見てください。さあ、残り5秒ぐらいでよろしいですね。4321、はい、暑い中ですね、本当に頑張っていただきました、はい、皆さんにですね、子供の皆さんに大きな拍手をお願いします。お疲れ様でした。暑かったね。暑かったね。はい、ではですね、あちら側、に移動していただいて、玄関の方に移動してください。
それから師匠、はい、あのもうこちらにも本当に太田道館さんから始まり、はい、可愛らしい女の子がご紹介してまいりましょう。はい、じゃあご紹介させていただきます。太田道館には、あ、牧野勝利さんです。はい、はい、牧野勝利さん、あの拍手をお願いいたします。せっかくですが、どうぞ、もうこちらに、はい、どうぞどうぞ、はい、はい、こちらに、はい、太田道館、あ、もうちょっとじゃあ、はい、この子、はい、じゃあ、道館後輩、こちらに、はい、で、山吹の少女が隣、はい、いらしていただいて、藤娘、道成寺と、はい、はい、あ、おしとやかですね、皆さん、おしとやかですね、はい、はい、写真、これ撮れますかね、はい、もう一歩前行きましょうか、どうしてもね、この柵があって、後ろから撮れないことになってしまうんで、はい、じゃあ、ご紹介お願いします。はい、じゃあもう一度申し上げます。太田道館に扮しましたのは牧野勝利さんです。拍手をお願いいたします。それから山吹の少女は高根沢佳子ちゃんです。拍手をお願いいたします。藤娘は中島由衣ちゃん。道成寺は甲州遥香ちゃんです。あと、あの巫女さんなんですが、渋沢理央子ちゃんと渋沢真宏ちゃん、今あの上の方にいますね、はい、上の方にいらっしゃいますね。結婚式のお手伝いをしていただきますので、今ひな壇の、一番上にいます。あの巫女のお二人、もしよかったら手振ってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。写真の方よろしいですか。はい、写真撮影入っていただきたいと思います。手振っていただいて、道成寺さんだけ一歩前でようかな、もう一歩、そのぐらいな、はい、よろしいですか。いいですね。できればあの少しだけ笑顔になっていただけると、あのニコッと笑っていただけると、はい、はい、ありがとうございました。よろしいですか。ありがとうございました。はい、ではですね、先ほどの位置にお戻りいただきまして、では後ろに甲冑隊がいらっしゃいますんで、先ほどの位置まで下がっていただいてもよろしいですか。はい、では青井さん、後ろに甲冑の方々、では前に出ていただきましょう。はい、勇ましいですね。こちらの武将の皆さん、どなたですか。より北条祭りって書いてありますけれども、はい、あ、そうですか、より北条祭り、八形城、三つ鱗会のメンバーと有志の方々というふうに聞いてございます。大きな拍手お願いいたします。せっかくですので、ご説明はどなたにお願いすればよろしいですか。 PR をぜひともしていただきたいんですが、はい、あ、勝ち時を、勝ち時はどなたに。すごいですね。あの、だいたい甲冑でどなたって分かる人と分からない人が、はい、あの伊達政宗とか直江兼続とかは、はい、はい、出てまいりますが、さあ、勝ち時上げていただけるんですか。ではマイクの方を青井さん渡していただいて。皆の者、勝ち時を上げる。えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー。ありがとうございます。気合入りましたね。できれば皆さん参加しません？あのシーンとしてましたけど、でこれ本当にみんなで一緒に行った方がいいんですよね。はい、そうですね。じゃあもう一回バト、おおおおお、それではもう一度八の木を上げる。さあ皆さん一緒に、岩月の空、声高らかに勝ち時を上げていただきました。縁起がいいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
八丈型城、三つうろこ会の方々でした。ありがとうございました。ではすいません、ですね、道観光の列までちょっとお下がりをいただきまして、これから2分間、こちら写真撮影の時間とさせていただきます。よろしいですか。はい、影に隠れてないですか。はい、五人林も見えますね。皆さん見えますか。はい、後ろも全部写真撮れましたか。はい、甲冑の烏帽子で見えないとか、何かありましたらご連絡いただければ座っていただきますんで。さあ、今葵さんが、口の時計で数えて今何分ぐらいになってますか。時計、はい、1分30秒ぐらいになりましたかね。そうですね。はい、さあ、武将の方々は笑顔はあんまり似合わないですから、はい、奥の、皆さんいいですか。ひな壇に上がってる方、これから1分間笑顔をお願いしたいんですが、よろしいですか。はい、ではシャッターチャンス作ります。せーので笑顔お願いしますよ。いきますよ、せーの、あはははは。はい、あ、綺麗な笑顔ですね。はい、この作り笑いが何とも言えない。はい、さあ、巫女さんも下見ててください。いいですか。はい、神野と姫もぜひとも笑顔で。さあ、じゃあ今笑顔は大体撮れましたか。撮れましたかね。はい、じゃあ今度は真剣な顔バージョンよろしいですか。眉間にシワを寄せない程度で、はい、じゃあ、はい、今度真剣な顔バージョンです。はい、では2分経ちましたので、最後これもサービスショットです。じゃあ武将の笑顔バージョンよろしいですか。はい、はい、じゃあ、これめった取れませんよ。いきますよ、せーの、笑顔。さあ、武将の笑顔バージョンです。はい、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それではですね、武将の方々には、はい、どちらに、はい、こちら側に、はい、ありがとうございました。大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。しました。本日の主役を紹介させていただきます。新郎の殿には竹内あずささんです。拍手お願いいたします。それから姫は福島のぞみさんです。でなお、この後お二人にはジャンボひな壇で結婚式を行っていただきます。そして三人官女には福原桃花さん、それから小川八重さん、日高ゆりやさんです。ありがとうございます。拍手お願いいたします。続きまして五人囃子は青木紗恵さん、吉住愛さん、松川さやかさん、宍戸紗恵さん、丸井杏奈さんです。拍手お願いいたします。さあ、そして随陣には、中村圭介さん、そして大滝茂樹さんです。市長には日暮貴人さん、追沼由衣さん、木村元気さんです。お、五人囃子盛り上がってますね。ありがとうございます。あ、ノリノリですね。ノリノリの五人囃子ありがとうございます。さあ、この後ですね、結婚式始まります。はい、結婚式です。なんでその前で見たら、もう一回見るの。
だんだんね舞台上が厳かな感じになってまいりましたけれども、いいですね、年に一遍岩槻を代表していただいて、このひな壇の一番上にお座りいただいて、はい、これから結婚式が始まります、はい、いいですね。ジャンボひな壇における結婚式は、ここにお集まりいただいた皆様に立ち会い人となっていただき、結婚のお祝いをすることがこの式の趣旨でございます。それではまず、ご結婚なされるお二人の幸せと、ここにお集まりの皆様のご多幸をご祈念していただきまして、お祓いと祝詞を岩槻総鎮守久泉津神社宮司馬場康彦様にお願いをいたします。
内あずさ、竹内のぞみ、今しとつぎのかむごと取り行わんと、ここを持ちてお前に、みけみきをはじめ、草草のためつものを立てまつり、いからやから立ち、舞い久保なわりて、おろがみまつるさま、平らけく安らけくつこしめし、今もゆくさく、狼たちの広き熱き御霊の冬、いやますますに歯がふらしめたまい。夫婦と二人は高砂の近衛の松の愛をい、八千代をかけて愛結び愛たす、いやと長に咲きくまさきく荒らしめたまい。海のこの矢と続き生かしやくわえのごと、立ち栄えしめたまえ。足込み足込みもまおそれでは次に玉串奉納を行います。さいたま市長清水隼人様、副議長上三信明様、岩槻祭り実行委員会実行委員長代理高橋光雄様、人形協同組合理事長斉藤浩二様。
として三三駆動を取り行います。新郎新婦のご紹介をさせていただきます。新郎は会社員で大宮に勤務されており、新婦は岩槻でパートの仕事をされております。このお二人はアルバイト先で知り合い、新郎は新婦の自分とは違う感性があるところが好きになり、新婦は新郎の積極性があり話題豊富なところが好きになり、プロポーズされご結婚するに至ったとのことです。Thank you.
次に司会の言葉を新郎竹内あずさ様よりお願いをいたします。司会の言葉、今日の良き日に私たちは岩槻祭りジャンボひな壇で結婚式を挙げました。これからは愛はして夫婦の道を守り、苦楽を共にして平和な家庭を築き、子孫繁栄を図り、終生変わらないことを誓いします。どうか幾日差しお守りください。夫竹内あずさ、妻のぞみ、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございました。夫婦として固いちぎりを交わしましたところで、埼玉市長様、埼玉市議会議長様の認定証の朗読を埼玉市長清水隼人様にお願いいたします。ジャンボひな壇結婚認定証、新郎竹内あずさ様、新婦福島のぞみ様、右のお二人は人形の町岩槻祭りジャンボひな壇において市民の祝福のもと代理様として人形仮装結婚式に参加されました。よってお二人の末永いご多幸を記念してこの賞をお送りします。平成24年8月19日埼玉市長清水隼人、埼玉市議会議長加藤徳次、ありがとうございました。認定証は後ほどお二人にお渡しいたします。次にご祝辞を頂戴したいと存じます。埼玉市長清水隼人様、新郎の竹内あずささん、そして新婦ののぞみさん、ご結婚おめでとうございます。今日はお二人にとってですね、昼間からもう着替えて支度をしていたそうですけども、お二人の人生にとって最も暑い一日ではなかったかと思います。どうも本当にご苦労様でした。こうして2012人形の町岩槻祭り、市民の皆さんに祝福をいただきながら、こうして二人の愛を誓い、そしてこう結婚式を挙げられましたこと、本当におめでとうございます。末永いお幸せを期待をしたいと思います。そしてできればたくさん子供を作っていただきまして、その子供たちのために節句人形等をご購入をこの岩槻でしていただきまして、子供たちの無病息災と幸せを記念をしていただければと思います。人形文化は、親と子、そして家族の絆の文化だと私は思っております。二人の夫婦の絆をさらに大切にしていただいて、これからも末永くお幸せになってください。おめでとうございました。今日はありがとうございました。続いて埼玉市議会副議長上三信明様、お願いいたします。ご紹介いただきました埼玉市議会の上三信明でございます。今日は新郎の竹内あずささん、新婦ののぞみさん、本当に大勢のお皆様の前で盛大な結婚式、本当におめでとうございます。もう今日はもう本当に思い出に残る一日になったのではないかというふうに思います。
私もここに書かれてある通り、世界一のジャンボひな壇の結婚式に大勢の皆様とご一緒に出席させていただいていることに心から光栄に存じております。どうか先ほど市長も申しておりましたけども、末永くお幸せに、また本当にお子さんをたくさん作っていただいて、そしてひな祭りにはひな壇を、そして端午の節句には本当にそういうお人形を飾っていただいて、末永く末永く、また後輩の皆様にもですね、ぜひどんどんこの結婚式に申し込んでいただくように、そのようなことでお伝えいただければと思います。今日お集まりの市民の皆様、今日は市民の皆様だけじゃなくて、市外また県外からもお越しいただいているということを伺っております。どうぞ今日このお二人の幸せを皆さんで本当にご記念申し上げますとともに、皆様もぜひ地域へお帰りになりましたら、この今日の岩槻の結婚式を地域に飾っていただければありがたいというふうに思います。どうかこのお二人の末永いお幸せと皆様のご多幸を心からご記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日本当におめでとうございます。ありがとうございました。次にここで岩槻人形協同組合の代表であります斉藤浩二理事長より、末永くお幸せでありますよう願いを込めまして、新郎新婦へご祝辞と記念品の人形の贈呈をお願いいたします。おめでとうございます。この人形はですね、本日のお二人のために岩槻の人形職人が幾久しくお幸せにという願いを込めて作った人形でございます。どうぞいつまでもそばに置いて可愛がっていただきたいと思います。おめでとうございます。これをもちましてジャンボひな壇によります婚姻の儀、滞りなく結ぶことができました。今一度壇上のお二人に温かい拍手をお願いいたします。さあ大きな声で皆さんおめでとうございます。皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。この暑い日に一番暑いお二人に並びましたね。ありがとうございました。それではこれをもちましてお開きとさせていただきます。ちょっと暑かったですね。では皆さん、このまま下に、はい、みんなサポート頼むよ。本当に暑い中頑張っていただきました、ね、岩槻商業の皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。拍手お願いいたします。暑かったね。大丈夫ですか、はい、おお平気だった。はい、やっぱりね、衣装も暑いですからね。はい、うん、ちょっと暑かったんで、はい、しっかりしていただいて、はい、今日ね、一日大変でしたよね。メインイベント、はい、ジャンボひな壇による結婚式、皆様方お楽しみいただけましたでしょうか。いいですね。本日皆様方立ち会いになっていただきまして、うん、一組の夫婦が誕生いたしました、はい、おめでとうございます。これからね、どん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 ね、岩槻にたくさんの人が増えて、はい、またお子さん産んでいただいてね、はい、たくさんの、はい、笑顔にあふれた岩槻を作っていきたいと思います、はい、そうですね、さあこの後は、あちら、旧玄関前でですね、大和太鼓の披露がございます。これから、ひな壇の前から少し、左に寄っていただきまして、大和太鼓の演奏がございます。申し訳ございません、一番前の方、後ろの方も見ますんでですね、ちょっとだけ座っていただいてもよろしいですか。1列目2列目の方、申し訳ございませんがちょっとお座りいただいてもいいですか。
はい、では続々と今人が集まってまいりました、これから大和太鼓披露していただきます。ご準備はよろしいですか。はい、では大和太鼓をご披露していただきます。大きな拍手をお願いいたします。
Thank you.